大砲は戦場の神と呼ばれているんでしょ？かっこいい二つ名だよね。ここで言う大砲とは、現代では野戦榴弾砲のことだけど、榴弾砲は、特定の地点を広範囲にわたって遠距離から大火力を迅速かつ長時間投射することが可能であり、装甲で防御されていない兵員や建物に対して壊滅的な打撃を与えることができるから、その二つ名も頷けるほど強力であることは間違いないね。攻撃を受ける側は、遠距離から攻撃を加えてくる砲兵に対して、その反撃手段は、同じ射程距離を持つ砲兵火力による反撃か、航空攻撃しかないからな。しかしながら、これらの砲兵火力も航空戦力も通常の陸上部隊は有してはいないため、結果的には敵砲兵から一方的に撃たれるがままになるぜ。だからこそ支援砲撃を受ける味方からは戦場の神と称えられ、攻撃を受ける敵には悪夢を与える兵器なんだね。そして、かつてソ連に君臨したスターリンも軍事アカデミーの卒業生に対して、砲兵は戦場の神であるとの言葉を送っているんだけど、そのソ連の末裔たるロシア軍は、今まさに戦場の神からの鉄槌を加えられようとしているんだ。さて今回は、M770-755mm 榴弾砲について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年2月24日にロシアによるウクライナ侵攻が開始されたんだけど、欧米を中心とする西側各国は当初、ロシアを過剰に刺激することを恐れてウクライナに対する武器支援は、歩兵携行型の小型兵器に限定していたよ。しかし、ウクライナの首都キーウ近郊の街でロシア軍による住民への虐殺行為が明らかになり、欧米各国は態度を一転させ、大型兵器のウクライナへの供与を開始したってわけ。そして、米国もウクライナに対しては、開戦前から携行型対戦車ミサイルであるジェベリンや携行型地対空ミサイルスティンガーなどを多数供与していたんだけど、ウクライナへのさらなる武器支援の一環として、M770-755mm 牽引式榴弾砲を90門供与することを決定し、ウクライナ軍に対して運用方法の教育も実施しているんだ。榴弾砲の供与は、米国以外の国も実施しており、オーストラリアとカナダは米国と同じく M770-755mm 牽引式榴弾砲、オランダは早期式のプズフ 2155mm 自走榴弾砲を6両、フランスは迅速な陣地転換を可能とする装輪トラックに榴弾砲を積載したタイプの、カエサル 155mm 自走榴弾砲を12両程度供与しているよ。この他にもポーランドがグボズジーカ 122mm 自走榴弾砲、イタリアとベルギーは M100-955mm 自走榴弾砲、スウェーデンはアーチャー 155mm 自走榴弾砲、スロバキアはズサナ 155mm 自走榴弾砲、チェコはダナ 152mm 自走榴弾砲を供与しており、一国でこれほど多くの種類の榴弾砲を運用するのは、他に例がないんだって。なお、122mm 及び 152mm 口径の砲弾を使用する榴弾砲は旧ソ連規格であり、NATO 規格は 155mm となっているぜ。これらのウクライナへの榴弾砲供与により、ウクライナには M777 が100門以上と自走榴弾砲が数十両配備されることとなり、非常に強力な砲兵戦力を獲得したと言っても良いよね。さて、今回の各種榴弾砲の供与では、自走榴弾砲よりもトラックなどで牽引が必要な牽引式の榴弾砲が多数供与されたけど、これに対して一部指揮者からは、ウクライナにとっては自走榴弾砲の方が戦力増強に効果的なのではないかとの意見が聞こえてくるんだ。本当にそうなのかな？この M770-755mm 牽引式榴弾砲は、イギリスで設計開発が行われ、2005年に米軍で採用された。米軍が運用する榴弾砲としては最新のタイプとなっているよ。そして、この M777 榴弾砲は、1990年代にイギリスのビッカース造船技術会社が開発していた。長径量野戦榴弾砲ウルトラライトウェイトフィールド砲イトザー UFH が原型となっているんだ。そう、M777 の最大のメリットはその重量の軽さにあり、その軽量さこそが、自走榴弾砲を大きくしのぐ機動性を生み出し、それがウクライナ軍が運用する上で自走榴弾砲以上の大きなメリットとなるってわけ。米軍も M777 に対して大きな期待を示しており、米軍が運用する 155mm 榴弾砲の全てを M777 に置き換えようとしているほどだが、実はその性能については凡庸と言っても良いものなんだぜ。そうなんだよね。砲弾の発射速度や射程については、米軍がこれまで運用してきた M198-155mm 榴弾砲とさほど大きな違いはなく、通常弾である M107 榴弾を発射した際の最大射程は、M198 が 22.4km であるのに対して、M777 は 24km となっており、大きな差はないんだ。
発射速度も M777 は M198 と同じく最大で毎分4発、持続射撃で毎分2発が発射可能となっており、性能が向上したわけではないよ。なお、陸上自衛隊が運用している FH70155mm 榴弾砲は、イギリス・イタリア西ドイツが1978年に開発した牽引式榴弾砲なんだけど、その発射速度は最大で毎分3発、持続射撃で3から6発となっており、最大射程は通常榴弾で 24km、持続発射速度は FH70 の方が上回っているほどなんだ。しかし、先にも触れたように M777 最大の利点は、その重量にあるよ。米軍の M198 榴弾砲の重量は 7.16 2トンであり、自衛隊も運用する FH70 の重量は 7.8 からと 9.6 トンにもなるんだよね。各国が運用する牽引式榴弾砲の重量は、おおむね7トンから14トンとなっている中、M777 の重量は標準型で 3.7 トン、改良型で 4.218 トンとなっており、M198 と比べて 51.6% から58.9% の軽量化を実現しているみたい。この榴弾砲の軽量化により、大きく何が変わってくるのかな？ズバリそれは、輸送手段だよ。これまでの牽引式榴弾砲は、CH-47 チヌークや CH-53 シースタリオンなどの大型輸送ヘリコプターでなければ、ヘリコプターの機外に吊り下げての輸送はできなかったんだ。しかしながら、M777 の重量であれば、UH-60 ブラックホークや、UH-1N ツインジュイなどの中型輸送ヘリコプターや V-22 オスプレイでも吊り下げて輸送することができるよ。これが実現することで、M777 は従来の榴弾砲と比べて、その展開力は飛躍的に高まったと言えるな。特に現代の米軍は、96時間以内に世界中のあらゆる地域に投入が可能とするストライカー旅団戦闘団にも代表されるように、地球規模で世界各地に迅速にパワープロダクション戦力投射できる能力の向上に努めているぜ。そうそう。そして、それを実現するには、各種兵器の軽量化は必須であり、軽量であれば、米本土から戦地まで輸送機に多数搭載して運ぶことが可能となり、戦地では中型ヘリコプターで機動的な展開が可能となるってわけ。今回のウクライナへの M777 の輸送についても、重量級の自走榴弾砲と違い、100門以上の M777 を極めて迅速に輸送することに成功しているんだ。また、ウクライナ国内での展開においても、ウクライナ軍に対して M777 を輸送するために必要な輸送ヘリコプターとして、旧ソ連が開発した Mi-17 ヒップ H も供与しており、欧米各国が、ただ武器を供与するだけではなく、ウクライナ軍が実際に戦場で効果的に運用できるよう入念な事前調査がなされていることが伺えるよね。なお、ウクライナ軍は旧ワルシャワ条約機構軍内でも多く運用されていた最大積載量4トンのマイ8ヒップを運用しており、今回供与された Mi-17 は Mi-8 の発展型であり、ウクライナ側としても運用がしやすいという傭兵側の利便性も考慮されているぜ。このように M777 は、超軽量野戦榴弾砲というコンセプトを体現した軽量榴弾砲であり、ここまではその軽さに関する有用性を説明してきたんだけど、この M777 で運用する砲弾も米国は当然供与しているんだ。そして、その砲弾も米国が誇る軍事テクノロジーの粋を集めた高性能なものとなっているよ。ウクライナ軍が従来運用していた榴弾砲は、2S3 アカーティア152無自走榴弾砲であり、この榴弾砲の最大射程距離は 17km と比較的短く、ロシア軍が運用する 2S19 ムスタ S152mm 自走榴弾砲の通常砲弾での最大射程 24.7km と比較すれば、8km 近くも最大射程距離に開きがあり、これでは、ウクライナ軍砲兵はロシア軍砲兵に一方的にアウトレンジ攻撃を受け殲滅されてしまうよね。このロシア軍が運用する 2S19 は、RAP ロケットアシスト弾を使用すれば最大射程距離は 36km まで延伸が可能であり、その状態であれば、ウクライナ軍が従来装備する榴弾砲では手も足も出ないんだ。そして、M777 が運用可能な通常砲弾よりも射程距離を延伸させた ERFB 砲弾であっても最大射程は 30km 程度であり、これではロシア軍砲兵に対して優位性を示せてはいないよ。そこで、米国はウクライナ軍がロシア軍に対して圧倒的な優位性を得られるよう、最新の高性能砲弾の供与を決定したんだ。それは、M982 エクスカリバーと呼ばれる砲弾だよ。M982 は、M777 以外にも米軍が保有する榴弾砲で使用可能な、GPS による精密誘導が可能な砲弾であり、その最大射程距離は各仕様によって異なるものの、40km から 57km とされており、
半数地中海 CEP は概ね5メートルから20メートルの精密さで目標に着弾させることが可能とされているんだ。砲弾本体にも折りたたみ式の滑空翼が装備されており、翼で揚力を得て滑空することで射程距離を伸ばしているみたい。この M777 で M982 エクスカリバーを運用すれば、戦場の必要な地点に榴弾砲を迅速に展開させ、ロシア軍の射程圏外からアウトレンジ攻撃による一方的な攻撃が可能となるってわけ。ロシア軍はまさに戦場の神から一方的な鉄槌を下されることになるんだね。この他、ウクライナ軍はドローンを用いた着弾観測や NATO から得た偵察情報をもとに極めて高い角度でロシア軍の動向を掴んでおり、これにより提供された砲兵火力を最大限活用できる環境も整っているよ。このようにウクライナ軍は、これまでは供与されてこなかった大型兵器の供与を受けられるようになり、苦戦が予想されていた東部戦線においても22年5月時点では、ロシア軍に対して優勢を維持しているんだ。ロシア軍は東部の都市ハリコフより撤退する動きさえ見せており、ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍をウクライナ国境まで押し戻せば勝利だ、とする声明を発表しているね。開戦時点では短期決着によるウクライナの敗戦が予想されていたことを考えれば、ウクライナが勝利の条件を口にできるまでになったこの状況は、大きな驚きを持って世界に受け取られているよな。もはやロシアは、速やかに侵攻を停止してウクライナから撤兵し、ウクライナに対する数々の戦争犯罪について、真摯に向き合わなければならない段階に来ているのかもしれないよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。